あ、すいません。ですね、今ちょっと画質を落としました。ちょっと高画質すぎて、ちょっとうちの PC が耐えらんないようなので、ちょっと画質を落とさせていただきました。ちょっとこれで見づらくなるかもしれないんですが、まあ止まることはこれでないかなと思います。すいません。ちょっとこれで今日はお願いします。始まってますね。ハマさん、AJさんの、ミュー対バレさんの手が、じゃあここはニエスター 6B 2段目が当たって、ジャニヒーからビット 6B インヒーインヒーヒー、ジャニヒージャニヒー 6B からのディストーションで、さあ先に取っていったのは AJ さんのミュー。さあ2本目 6B から D ユーコつけて、ここで償い 6A 引き寄せて、スレッジにはしっかり B 置いてある。ギリギリ寄って、さあ画面上でワンコンボ、さあ4000減ってる。ここからザッタ2K 弾が当たって一旦銀行でバスト。さあ何か仕掛けを掴みたいところですが、スレッジ当たって、あー、ビットが邪魔。条件6B、さあまだないがオブジスだが、かなり よろしくない。 6B ドライバーが一瞬見えたんですが潰されて、これは裏にも当たる。さあ取っていったのは AT さんのミュー。抹消、ここの絵博士がそんな命令を。
配信大砂さん対シワさん。いい？よく聞き、一旦引いて。さあ、ジャイアン、突っ込んで、CD、逆転中から、ジャンピーが当たる。さあ、入れて。さあ、両逆転からが深め端、ボディーが当たって、ホーネット、ジャンピー。ああ、もう一回ホーネット入る。逆転中から、エビ、エビから入れていく。素晴らしい。グレパニッシュ、C、曲は、さあ、しっかりラッキャンでガードしてる。さあ、これは、ただ入れて、打ち上げて、CD が当たらず、まだあるか？スパーク、とりあえず威力をつけてから、ロペ、さあ当たっている。これはワンチャンス？さあ、警戒しているが、DD に合わせて、上様が当たって、一本先に取っていったのは、シナさんのアズエル。さあ、読め。お、開幕ね、スレッド。タイガが勝ち合って、これは飛んでる。6円 ?6B、B から、一旦引いて。さあ、ここはしっかりガード打てる。ルータム、当たっている。さあ、とりあえず運んでから。さあ、ボディーオーバル。さあ、C がめんどくさそうですね、やはり。交換が当たって、ダンスから、C3 番。ボディー、どうするの？あー、スパーク、立ってしまった。これはかなり悲しい。さあ、弱点捨てて、押してみます。さあ、めくりじゃない、表か。表ジャンピーが当たって。さあ、取っていったのは、スナさんのアズラエル。こいつも外れか。まだ殺しはせんぞ、赤鬼。貴様とここの絵はまとめて食らってやる。チリさん対エジさん。とりあえずビットを置いて。さあ、この組み合わせはやはり結構カヌルが面倒くさいんですかね。ビットが第一。ビットガードしてしまうと姉ちゃんも止まってしまうので。なかなかに面倒くさいでしょう。まあ、勝利もありますね、ニューには。今回かなりカルルギラーになるんじゃないかと思われるんですが、ニューは何も使っていることが少ないので。さあ、6B が当たって、ここで回すと。さあ、ボランでは、しっかりガードしたが、ジャイアントタイプ、もう5点。さあ、8B が当たって、6D 当たってきました。さあ、これで止め始め。ネーンさんを回復させて、6D 打ち攻め、パス相手。さあ、ビット置いていく。さあ、ここから、こちらが、パンダジャが当たって。さあ、まだ死なないが、落ち攻め、トレー引く。そこ立ち。さあ、フォークはしっかりいなしてから、そこ立ち。さあ、対空をずらして、B6 に、さあ、決めていく。一本先に取っていったのは、エテさんのミュー。さあ、B 状態がエサさん勝ってる。
人参がいフォア無理を待たせ、これはかなり美味しい形。右からおばすごいのにね、逃げてくる。さあダメハニー入れ替えてパジャンプ。さあ立ち回り戻って体力はやや去る竜といったとこだったんですが、ここでワンコンボ。さあこれはもしや 6B から 1?2?1? え、マジで 6B? ピットジョン足りるのか、足りる。さあ待っていったのは AT さんのミュウ。カルル君の様子もおかしかった。どうなっている？さあ配信台今度出てくるのは砂さんの技で対、ドラさんのバグ。さあバンガーズどういう感じなんだ。とりあえず迷宮で行って、さあ B クルーバイク入れて、さあここまで左手 C 置いてある。うまい。さあ2次、ヤーティン、シークリー、バザイで、ウェカブ、カメアニ、とりあえず、トーンセリューで、シークリーで、転生していく。さあ、ゴミが当たって。さあ、T 置いてあったんですが、これ、細かくて、また入っていく。さあ、もう、T が当たって、すると、T が当たらず。さあ、またしてゴミが当たる。ギリ、ロック、ギリ、ガミが当たらず。さあ、ギリはちょっとタイミングが合わなかった。パンダ入れて、ワンメアニ、ワンチャンスであるぞ。ここで、うわぁ、めくり見えている。大丈夫か。さあ、待って、ラピアン、さあ、リクリ、さあ、ラノユニオリ。一本先に取っていったのは、ドラさんのバグ。さあ、2番目で、リクリ、リクリ。さあ、サブ。5番、5番から、アンティーラップ、リンコラさんが、アバリアップ。さあ、マジンゲーダンが当たって、あ、フリーがここに出て、次、画面端、そうそうだ、1、2列でね。さあ、またしても5人だとしまう。さあ、こういう落ちね、叩いて。さあ、コマ投げが当たって。さあ、コマ当たってしまう。登場が、ラピアン、ジャンピー、シークリー。ボディ登場当たらず。パンチャー当たらず、ラッピアもできない。さあ取っていったのはドラさんのバング。拙者にかかればこのような荒くれ者でも楽勝でござるよ。一旦枠を取り直します。一旦枠を取り直しますので、よろしければ次の枠もよろしくお願いします。
はい、ただいま準決勝となってます。準決勝、イサさんのカルル対、ドラさんのバングが準決勝です。あと2人は、HG さんのミュウと、ミシタコさんのアズラエルとなってます。さあ、これが準決勝、勝ったら決勝。ドラさんのバング対イサさんのカルル。さあ、落として、ボランティアしっかりやって、ドープに直下して、ここがバスト。さあ、水面はしっかり起きている。さあ、ブリオがぶっ倒さって、さあ、ラインを上げていく、一気に画面端、右に置いてある、手でめくりたく。さあ、画面端に持っていって、ここからめどくさいが、この位置で右にごまかして、さあ、ただ、姉が引いてる、6D が当たってしまう。6位から6位。さあ、肉に、こっからって、AB、ギビ、3C、ラッピャ。さあ、2B が当たってしまって、一気に画面端で、ワンコンボ、少々、ギビ、6位。どうする？手でしっかり止めている。さあ、ビーバーケン、全然ターがしっかり止めたった。来るよ。さあ、捕まえた。ここでキャンプは仕留めたいとこですか。いい手を攻め、さあ 6D ボラって 6D グリッコバトを間に合う。 8D ピクリからガジャン相手どうする。さあ対空間に合わず東条 3D 1手目がバトしている。10出さって、さあ立場に戻るボラさて、ギリめくり。さあ1個のサーキー取ってきたのはドラさんのマング。さあ4目、さあお互い手を伺ってますが、ここでオファンが当たって、あ、ここ攻め、右当たらず。さあ中段の防ぎ、グリーンをジャンに打ち上げて、ギリギリ、ギリを攻め、ここ飛んでいく、5番で、しっかりアドリブ、素晴らしい、グリーンを、ギリ落として、ギリを攻め、ロクリー、さあ、しっかり、跳ね取っていくね、ここは、カッターダレフィニッシュ、さあ、これで1-1、これ以上、レボー3、アクション、ファイナルラウンド、さあ、今度はお互い4組、さあ、ボタンが当たって、丁寧に引き寄せて、ラインを上げていく。オーリー？さあ、エクラッセル、なるほど。さあ、これで一気に画面端。手ね、飛んでいる。2A が当たって、包丁、BBB、ABC、ジャンニキ、丁寧は止めている。さあ、一気に苦しい、要塞行かれるか、丁寧バックして、ボランテ。さあ、一点攻勢ですか、ギリから、コマット画面、ジャニーズ、ガジャイね、それでは立場に戻る、バンガー。あ、丁寧が当たって、拾っている、高校攻め、デビー、ジャニー、お互い打ち、コマン、ダッシュガン。さあ、ガード切って、エクリン、ジャンピーが取る。さあ、かなり難しい。アレグレット、当たってバスト。ジャンピーが当たってしまって、バスト相手。さあ、どうなる、どうぞ、手で当たる。さあ、ライン上げてきて、いやー、ちょっと足りなかったか。ゴビーが当たって、取っていったのは、イサカルル。こんなに愉快な人種だったんですね。ですが、同じトガオイだと思われたくないので、これで失礼します。
The wheel of fate is turning. Rebel one. Action. ゴミクズ。さあジャンピーが立て、ロッピーしっかり出している。立て、キリ。さあバカはジャンピー、キリが立て、キリ。さあリーは立てる。キリ立て、友達、ニエニエ、キリからロッピー。待って、さあジャンピーが立て、さあ逃げたいくから下についてトラッていく、グラティクローラーせず、さあ下にコンボにはいからず、ビビッキーパワヤーから、さあビットが立て、さあメンハジドケチ、さあ火力はマジで長い、ビビッキーからゾンビ立っている友達、さあ 2B が立て、ここでバスト BB、 さあちょっと待ってんじゃな、いやらしい、さあタービール1個先に取ってきたのは H さんのミュー、さあ2本目タイムフォーク6機強気なタスでしたが、さあ勝利4で6機、さあ 5C カウンター浮かぶロッキー、さあ何か出ない数かパスタイテムサブ、そこだけ止められて裏もね、付け替わる、さあ C が当たらず、ジャンピーランタン打ち上げて、バリアンとゴミクズからグローラー、ロッキー全然通して、さあめくりなくオンパン出している、さあこれで1位、おいおい上手ですね、ワイヤーラウンド、ジャンピー、さあ、カウンターショット、さあ、ロックリーが当たって、これはかなり痛そう、息、3、4、1で取りたくて、グッタフ、さあ、押せ押せな感じ、これは、サンダー、さあ、まだ足りない、まだ出る、つけない、ロックリーが当たって、さあ、わからなくなってきた、ジャンピー、いっといて、こっち攻めよ、さあビットが立ってバースト入っていく、じゃあじゃあ西が当たって、さあ勝っていったのはミッチサーズエル決勝進出、では決勝やりましょう、リサさん対ミッチャーさん、延長対お願いします、これが今日の決勝、三鷹さんのアズラエル対リサさんのカルル、さあ段位的にはかなりリサさん上の方なんですが、今日の三鷹さんかなり冴えてる、冷えてる感じしますからね、しかも大会のアズラエルなんで、さあ油断ができないでしょう、さあ1本目手では飛んでいる、さあ5番タイプジャケットね、ジャンピー羽を殴って、さあジャンピー当たってジャケットね、下段タイプ叩いてバランス出していく、ジャンエさあジャンエクネックか、さあ大表であるウェンタブ持っていく、ひらめ止めて、さあ半死マジか、サンダー入れて、じゃあまた入らんだが、コーパンが当たって、これリーチ、その程度の、さあ、とりあえず、ボランス出して、ボランス当てる、いけばなね、さあ、そこのところ、ちゃんと直下してますね、コーパンが当たって、手ね、ドクシー、丁寧が当たって、ドクシー、アルグレット、ファンタストライク、さあ、スケーニー完全にバンサイテカメハニーボーランティが迫っている、さあ、ちょっとコンプリート、ジャミー、レグリタクしっかり立っていたんですが、そろそろ中断に移されて無事よ、これは、なければまた3位アップ
パーで足りる。これでお互いに行き。もう終わり。ファイナルラウンド、大リーマス欲しい。まだまだ強気で、ね、わずかに発生してたんですが、ジャンディが乗って一気に、カメハギさあ、前線しっかりとどめているが、カメハギは出しっこい。確定ジャンエンスパイクが乗ってさあ、運んで運んで、レアスは呼んでからどうし、中断当たらず。さあ、ロッキッペアーバーソン、まだ持ってない。まだあるが、かなり苦しい。あんたはジャンエグナイク、ロッキー当たって、まだ終わってない。さあ、値段が当たる。さあ、勝ってきたのはリサさんのカルとなりました。おめでとうございます。はい、ということで本日の優勝はリサさんのカルル、2位はリサさんのアズラエルとなりました。はい、今日はご参加